月万歳。いえ、そういう日もあるよ。しゃあなしですよ。人生の負け組を見てるだけ。ポムちゃん、教えてあげようか。人生の勝ち組の人は負け組なんか見ないから。安心したいんでしょ。自分もうまいこと言ってないんでしょ、ポムちゃん。ね。見ねえもんだって、自分の人生がうまくいってたら負けてるやつのことなんか。それが見るんだよ。マジで。よっぽか暇人だな。ああ。不安なんだ。俺だったら見ねえけどな。ああ。そういう確信をつくからやられるんだよ。だって俺のだっけ。疑問じゃんかよ。むしろ俺の放送を見てるいつも来てくれるリスナーは俺が勝ってようが負けてようが関係ねえんだよ。むしろ佐野が調子こいてるのを見て今日までよチャーマン元気じゃんって、バカはバカだねって見てんだから、で一緒に楽しい会話してたいわけじゃん。グズグズ言わねえでよ。うん。だそういう人がいてくれるのかな、まだ。俺も助かってるんだ。ありがとうございます。元俺の格好やったんだろ。もうそろそろ機嫌直してくれよ。謝ったらよ。なんて叩いてばっかいねえでよ。マスカラもいつもありがとうね。マキーありがとう。ありがとうございます。ブルの電話知られんもん。ガッツン、数年ぶりに見れて嬉しいです。あらっす、あらっす。もう俺もじいさんになっちゃったや。ああ、じゃあやい、あらっす。え、ゼロ戦でもいいんだよ。俺ここ座って遅刻しそうになって焦ってる自分で必死こいて店来てやっぱ開けたよ。それでいいんだと思う俺。前だったらめんどくせえから休んじゃおうってなったんだよ。うん。怠け者の俺だったから。ああ、あ、いいの。だからお客さんが来るか来ないかはそれはお客さん次第だから。俺が開けるか開けないかな。俺はもう開けれたら俺はもうそれで、ね、満足なんだよ。うん。
自分の気持ち次第だからさ。うん、バーに変わったんですか。うん、あの料理は出さないことにしました。あの料理できないんで。開けねえことには始まんねえし。ああ、飲み放題だよ、ガットン。2時間3000。いや、お客も来ないのに開けてどうすんだよ。開けなきゃ来るか来ないか分かんないじゃん。開けなきゃゼロだから。そうでしょ。うん、それやっぱ開けなきゃ分かんねえんだよ。だからお客さんが来なくても俺は開け続けるよ。お店の場所は分かりません。東心斎橋、2-7-12、ホワイトビル2階です。バカでもいいと思う、俺。だってもともとみんなリスナーは俺のことバカって言ってんだから。今さらバカになったって、いいじゃね。だったらありがとう。たわしさん、こんばんは。なんか今日気分いいな。優しめコメントも多いし。フェアレディサキさん、お手ありがとう。今日いい感じだよ。うん。寝起きだからじゃない。もう寝起きからもうだいぶ経ってるよ。俺5時10分に目覚めた。うん、ありがとうございます。一度行ってみたいです。モニカさん、モニカさんってここのとこ何度か来てくれてるよね。コメント打ってくれてるよね。ありがとうね。ぜひ機会があったらよろしくお願いします。クソジジイですけど、はい。ぽよ寒くねえよ。ぽよも俺と長えな。もう10年選手だな。風な、うん。10年以上だな。12年ぐらいか。12、3年だな。付き合いな。まだおめえがおめえ10代の頃だもん。でも未だに変わんねえよ、お前は。綺麗だよ。おお、包丁よく知ってんな。うちだのな。うん。今でも綺麗だね。うん。声は。ホムちゃんはちょっと。あ、ちょっと待って。あ、なんで言ってんの。カメラパンするわ。うん、了解。よし。OK っす。はい。いらっしゃい。あら。
大丈夫です。こちら揃いますか。ああ。もう放送ここで聞いてもらって。こっち向けてもいい。はい、戻しても。はい。うん、ウマさんの放送見せてください。これが僕一番美味しいです。やっていいね。でも黙っとくんだ。最初一杯目生でいいの。はい。生ともうちょっと見たら旅行にも行ってください。あよ。酒屋探しておしゃばくしたらお金なかったっす。あそう。20ケースぐらい頼んだろう。やめて。いいよ、いっぱいずつって、はい、全然。うん。いつもありがとうございます。いいえ。暇な時は毎日来ますわ。よく言いますよ。忙しいじゃないですか。よく言いますわ。あとで変化したら人数出るかもしれない。ああ、了解です。はい。今日は暖房そんな強くないから。うん。昨日と違って今日あったかいもん。はい、了解です。僕コメントこっちでコメント映ってるもう変態なんて変態だよもうそれ、はい、かなり変態になってるよ。とりあえず最初ケビです。ケビです。さすがね。あらす、あらす。カメラ変えたのよ。前のが接触悪いから全然違いますね。でしょ、はい、色の出がぐっちゃんもいるよ。 KP とか言って浦さん、すみません、しゃべりかけるのやめてもらいますか。あ、わかりました。はい、僕あの、今視聴者なんで。あ、了解です。テレビ見てるんです。です。親子今も飲み放題3000なの。そんな親子クリアいいんじゃねえの。どうせおめえなんかどこだってみなみなんか飲み歩いてんだから。まあ、3300円だけどね、うん、今度彼氏と行きます。モニカさん了解っす。よろしくです。最近出てないよ。一昨日黒門行ったぐらい。もうだって黒門もうスカスカだべ。ぽよぽよ、なんだろう、インバウンドがもうなくなってるから。でシャッター街になってんだろ半分ぐらいは。だろ、もうダメだね。あそこナンバっていうか、あ、そう、な、まあ、うん、日本橋。日本橋って言われるんだな、大阪では。日本橋って言うんだよな。いや、多摩では知らねえ。多摩ではあれからじゃない。あ、でも、多摩でってあれ、経営者変わったんだよな。
全部売ったんだね、あれ確か。うん。黒門はもうクラスターが出るどころの話じゃないよ、人がいねえから。ああ、だって俺の住んでるとこ黒門市場のから歩いて1分ぐらいだ。ああ、おせち、あの手打ちのそばだろ、ぽよこ、あそこ多分閉まると思うよ。おう、やんねえと思う。うどんとそばどっちもやってるとこだろ。あそこは多分ないと思う。大阪はかけうどんが220円の衝撃。いや、俺が知ってる一番安いかけうどんは160円。うん。ある。新世界にある。160円。それより安いとこは俺はまだ知らないけど。パチだよ。うん、もちろん。いや、もううまさは関係ないんじゃない？そうなると。あ、220円は座りね。うん。あの道具屋杉の松屋で180円で、新世界の、あそこ名前なんつったっけな、あのジャンジャン横丁の入り口の真っ角にあるとこで160円。うん、俺それ以上は安いとこはちょっと分かんねえな。分かんねえよ、西成とか行けば100円とかもあるかもしんねえよ。うわ、懐かしいな、大竹一か、これ。大竹一な、懐かしいな。声がいいよな、大竹栄一って。シューデーもいいんだよ。あのさ、大竹栄一とか、まあ、あの辺の、あのジャケットがさ、あのすごく特徴的だったよね。夏っぽくて、一時あのさ、ああいう絵面のデザインが流行ったよね。杉山清隆とオメガトライブとかも、ああ。水彩画っぽい、そうそう。大竹一は亡くなってると思うよ、多分。俺これ中学生ぐらいの時だよ。
ちょうどバンヘレンとかは、洋楽だとバンヘレンだな。アメシャとヤシの木、そうだよね。うん。いや、俺が中学の時はバンヘレンはもう聞くでしょ。あ、バンヘレンなくなったけどね。うん。洋楽は聞いてたけど、俺変なの聞いてたんだよ。アナーキーとかさ。ああ。カルチャークラブとかもあったなあの頃で、もうちょっと後になるとデュランデュランとか、夏でしょ、遠藤道郎とかな。よし、作りました。